全国の皆さん、こんにちは。行政書士試験合格者インタビューなんですが、今回は相田克志さんに来ていただきました。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。さて、じゃあ早速お話を伺っていきたいんですけれども、相田さん、こう行政書士試験目指されたきっかけからよろしいですか？はい、今普通に会社勤めしてまして、特に不満もなく働いてるんですけど、まあ、定年退職した時に、なんか組織に属してたり、ちょっと肩書きがついてないと不安だなというのがありまして、それで何か資格を取ろうと思いました。で、また子供小さいんですけども、きっと子供が生まれればまた孫ができて、おじいちゃんになった時に自分で稼いだお金でお小遣いぐらいあげられればいいなというので、ちょっと定年退職後に独立できる可能性のある資格ということで行政書士を選びました。なるほど、そういうことなんですね。じゃあすごいあれですね、こう人生のかなり緻密なプランニングというか。まあでも、もしかしたら半分ぐらい人生来ちゃってるかもしれないので、はい、そうするとそんなに先のことでもないのかなと思って、まだちょっと記憶力がまだそこまで落ちないうちにと思って、そういうことなんですね。はい、なるほど、形です。で、入門総合カリキュラムをお申し込みいただいたということなんですが、はい、上がると、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか。の中で上がると選んでいただいた理由というのは何なんでしょう？大きく分けると3点あって、はい、ちょっとご本人を前にしてるからということではないんですけど、はい、豊村先生の講義、あとはテキストの内容、あとは合格者特典ですね、はい、この3つが主な選んだ理由です。なるほど、そういうことだったんですね。さて、その入門総合カリキュラムをお申し込みいただいて、初めて学習が始まっていくんですけど、はい、いつ頃のスタートみたいな感じだったんですか？私結構早くてですね、はい、12月の最初ぐらいには多分スタートしていると思います、ね、2018年の12月ですね。なるほど、そういうことなんですね。相田さんご自身は、はい、その例えば今まで法律の学習をしていたとか、そういったことは終わりなんですか？大学が法学部だったのと、 あとちょっと1年に1個ですね、自己啓発で何か資格を取ろうっていうのを、はいはい、3年ぐらい前からやってまして、はい、ちょっと法律でも簡単めな資格から少しずつ取っていって、行政書士まで来たというような感じです。なるほど、なるほど。そうすると、じゃあ法学部出身ですし、はい、まあ、例えばまあ民法なり何なりの、そうですね、一通りの素養みたいなのがあった状態。まあ、多少はという形ですね。ということなんですね。はい、うん、じゃあその12月から学習スタートされていきまして、はい、どのぐらいのこのペースというか、まあ、お仕事 もちろんされながらなんで、はい、どういう感じでこう学習時間確保されたりとかっていうのがあったんですか？まずやっぱりですね、大体ネットとかで見ると、はい、まあ、600時間とか、うん、まあ、合格するまで700時間ぐらいかなっていうのがよく書いてあったので、うん、はい、それを確保するためにどうすればいいかなと考えて、1日2時間やれば、はい、12月から始めれば大丈夫だろうということで、うん、で往復の電車の中で1時間、はい、あとは会社に行く前、朝家で1時間、もしくは夜帰ってきてから1時間で、計2時間1日確保するようにという形でやってました。なるほど、なるほど。その電車の中で1時間というのは具体的にはどういうことをやられてたんですか？ですね、行きが民法、帰りが行政法という感じで、その、どっちかの科目に偏りすぎないようにということをやってて、で行政法については過去問を解いてて、民法は図を書いたりしなきゃいけないので、そうですね、なかなか電車の中で問題解くの難しかったので、はい、テキストの読み込みをしてました。なるほど、なるほど。じゃあまさにその科目ごとでやることも書いてた。そうですね。なるほど、そういうことなんですね。はい、じゃあその学習始められて割と早いスタート切られたと思うんですが、はい、一通り、まあ、テキストと、まあ、過去問ですかね、はい、が、まあ、回したというか、はい、状態になったのはいつ頃になりますか？そうですね、1回目が多分民法行政法で3ヶ月半ずつぐらい、うん、憲法で1ヶ月ぐらい、うん、だから計7ヶ月から8ヶ月ぐらいで1回回ったかなっていう感じです、うんうん、ただ1回回ったって言っても過去問を一度っていうことではなくて、うん、講義が一通りと、あと過去問集2週ぐらい。もうそのじゃあ結構がっちりな感じなんですね。そうですね、がっちりって感じです、はい、それがじゃあ今のお話だと6月ぐらいには終わってたっていう感じなんですかね？そうですね、6月ぐらい、うん、6月、7月、そうですね、に終わったぐらいですかね、はい、そうそう、そのぐらいの感じが終わってるってことになると、はい、結構まあ言ってみれば順調な学習の進行具合。そうですよね。ちょっとからくりみたいなのがあって、はい、地方自治法と会社法には手をつけず、はい、その状態という感じなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ逆に地方自治法と会社法にはどういうふうに取り組まれたんですか？会社法はもう取り組まず。取り組まない、はい、なるほど、地方自治法はもう先生の講義残念ながら見てる時間がなかったので、はい、先生の線を引くやり方を自分で見よう見まねして、うんうん、赤と青で線を
引いたりしてやってたという、はい、あ、じゃあもうテキストご自身で加工していたと、はい、なるほど、そういうことなんですね。でまあ7月8月あたりに記述も入れていく感じですか。はい、記述はですねほとんどやってないんですね、はい、でちょっと過去のパラパラっと見たらその条文が分かれば解けるかもしれないなと思ったので築城ローラーインプットですか、はい、あちらの講座が私にとっては記述の勉強代わりというような感じです、ね、条文学習を記述に持っていた、はい、そうですね、ということなんですね、はい、なるほど、そういうことなんですね。で模擬試験とかは上がるとも1回ついてますけど、他のスクールとかも受けられたりしたんですか。もう全然受けてないです。もうじゃあ上がるとのやつも受けて、もう本当にあの基本のテキスト、うん、あれがほとんどという感じですね。あ、そういう感じなんですね、はい。でそうするとじゃあ直前期の9月ぐらいあるじゃないですか、はい、その頃にはどのぐらいの仕上がりになってた感じですか、はい、ご自身的には。で地方自治法と会社法ですか、うん、商法会社法を除けば、うん、7割5分から8割ぐらい、もう全然勝負できるぞと、はい、あ、なるほど、そういうことなんですね。で非常にやっぱりこうね順調な推移というか。あ、そうです。結局あの1日の勉強時間あんまり取れないっていうのはあの家庭、家族構成とかから分かってたので、はいはい、うん、早めに始めたのが、うん、私にとっては良かったかなという感じですね。あ、そういうことなんですね。なるほど。で例えばその、勉強するとなると、はい、結構よくこう社会、やっぱ社会人の方が多いじゃないですか、でそうなると結構ご家族あられる方、はい、特にお子さんいらっしゃる方とかは、はい、こうご家族の理解とか、はい、まあ、あるいはサポートとかっていうのはあると思うんですけど、はい、その出口はどうですか。あ、そうですね、お正月とか、はい、あの年末年始とかって結構あの妻と子供が先に実家に帰ってたりとかするので、はい、うんうん、その時間を使いながら勉強して、多分妻にとっても少し早めに自分と子供が実家に帰ってあげればこの人勉強する時間を作れるかなっていうところは考えてくれてたのかもしれないですね、はい、じゃあ結構奥様の方もサポートというか応援をしていただくような感じ、そういう形ではあったと思います。なるほど、そうだったんですね、はい、なるほど。で、この学習を進められるにあたって、はい、苦労した点とかってありますか。科目でもいいですし、なんか学習の時間でもいいですけど。あの科目としてはですね、行政法が、まあ、ちんぷんかんぷんという感じで、その他の少し簡単な資格取ってた時に民法とか多少はやってたんですけど、はい、で大学でも民法って1年の必修科目とかであったと思うんですけど、行政法は選択、大学から選択の科目だったので、うん、私全く触れずにここまで来てしまったので、うんうん、はい、行政法は特に苦労しました。イメージをやっぱ使うまでが。イメージを使うまで。なるほど、はい、どのあたりで行政法にこう、あ、いけるかなっていう感じになりましたか。そうですね、少し本当にわからない部分だけ自分でまとめてノートを作るようにしまして、うんうん、そこから少し好転してきたかなと。見えてきたかなと。今日お持ちですか、それは。あ、今日ですね、本当にちょっと一部分だけ出てきてですね、はい、例えばこれですね、ルーズリーフでってことですよね、なるほど、こんな感じです、こんな感じですね、うん、結構がっつり作られてますよね。うん、自分の分かんないところだけはがっつりというのと、うん、あと結構結局まあどこのテキストもそうなんですけど、うん、法律ごとに章立てされていると思うんですね、はいはい、でも相手の意見を聞く制度とかって行政手続き法にもあって不服審査法の審議にもあってという形で同じような制度が横断的にですね、横断的に自分でノートを作れるようにということで自分が混同しやすい制度とかだけ作ってるような感じです。ということはこれができるってことは、まあ、ある程度全部が分かってきた頃にまとめて、時期的にはいつ頃になりますか。これはもう本当に直前10月ぐらいだと思います。10月ぐらいということなんですね、はい、なるほど。しかもすごく綺麗に作られてるかなと思うんですね。さてお話伺ってきたんですけれども、はい、カメラの向こうにですね、はい、令和2年の試験をまさに目指されていかれる方いらっしゃると思うんですが、はいはい、その方々に向けて、まあ、メッセージあればお願いします、はいはい、世の中にはその努力だけじゃどうしようもなくて、才能センスもないと受からない資格って存在するとは思うんですね。ただ行政書士というのはそのきちんと勉強時間を確保してきちんとした勉強方法を取れば誰でも受かる可能性があるし受かることができる資格だと思うんです。で勉強時間を確保するのは自分の問題で、きちんとしたやり方っていうのは私みたいに予備校を使ったりするのも一つの手だと思うので、自分に合ったやり方を見つけてぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、よろしいですか。はい、はい、というわけで、令和元年度の行政書試験合格者インタビューなんですが、今回は相田勝志さんに来ていただきました。この度はおめでとうございました、はい、ありがとうございました。